どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。いよいよ真夏の8月相場スタートとなりましたけれども、先週までの強い流れを引き継いでのしっかりとした上昇スタートとなりました。果たしてこの上昇はどこまで続くのか、天井はまだなのか、今日はここにフォーカスしてチャートを見ています。 ISM とか雇用統計など、また今週は外部指標に降らされる可能性があるんですが、ベースとなる合いがどうなのか、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速8月2日日経225オプション考察始めていきましょう。 はい、えー。それでは8月1日の相場外況からです。日経平均終わり値。27,993円。191円高。プラス0.69%、まあ。今日も28,000円チャレンジと。まあ、そんなね、連日28,000円までという感じの相場が続いています。トピックス1960.11。プラス19.80。プラス1.02%で、今日はトピックスの方が強かったんですね。 そして、マザーズ724.56、プラス6.01でプラス0.84%。 ま、今日も3指数揃って、まあ、そこそこしっかりとした上昇と。そして売買代金ですけれども、今日も東証プライム3兆1015億円と、出来高しっかりですね、うん。夏枯れ相場には今のところなってない感じの出来高です。スタンダード738億円。グロースは903億円。ちょっとね、グロースは枯れてきた感じがしますが。はい。で、次に恐怖指数ですが、ビックスが22.35です。え、先週は21.89。 ぐらいでしたから、まあ、ちょっとね、上がってきました。そしてこれを収録している21時半から22時ぐらいにかけては少し下げてきているのでビックスがね、ちょっとググッと上がってきています。これビックスのチャートは今日ね、チャートの中でもご紹介をします。そして日経平均 VI は18.96ということで、プラス0.03。まぁ、あ、今日は191円高にであったにもかかわらず、ボラティリティはほぼ変わらずなんですけど、ちょっと と上がったんですねまあ、このあたりそろそろ天井じゃないのと見ている向きも出てきているのかもしれませんが19を割ってますからね引き続き楽観相場に近いとまあ、そういう状況になっていますはいえ今日は月曜日ですのでまたボイシーのご紹介をさせてくださいフォロワーさん2840人でしたありがとうございますいつもね毎日聞いてくださってる方そしてコメントいただいている方本当にありがとうございます そして今日8月1日ですから、8月度のプレミアムが開始をしております。そして早速ですね。 えっと、新たな大作戦、スクイーズモメンタム大作戦、これプレミアムで急遽更新、配信しました。まあ、今日サインが出たんですね。なので、まあ、8月前半にご紹介しようと思って、台本をちょろちょろ書き始めてたんですが、今日朝見たらサインが出てたので、慌てて台本書いて配信したという形になっていて、またね、ちょっと逆張りの強い見方の一つになろうかと思います。そして今日サインが出ているという感じですから、まあ、ぜひね、ボイシープレミアムの方は、 えっと、聞いてみてほしいなと思っております。そして今日、無料会の方も、ま、しっかりとね、今日みたいな相場で、私個人が考える、やってはいけなかったトレードとはというところで、まあ、結構ね、今日、プレミアムで語ってもいいぐらいの内容を、まあ、でもね、私の考え方ですからね。はい。なので、共感できる方が共感していただければいいかなと思いつつも、すごく重要なテーマで、私はここを意識するようになってから、 大勝ちはしなくてもね、負けが減ったことで、年間の成績はじりっとね、良くなっているというところで、非常に重要なポイントだと個人的には思っております。今日、無料会の方もぜひ聞いてみてください。概要欄の方にボイシーのリンク貼ってます。まだ聞いたことない人はね、ぜひ聞いてみてください。はい、それでは早速チャートの方行きましょう。今日のテーマは、まあ、日経平均8月初日も底が高かったけれども、まだ上がりそうですか チャートの形はどうですかっていうのを確認します。はい。で、早い冷やしのサインと、冷やしの中でも遅いサインで実は逆なんですね。まだ上がりそうかもっていうところと、いやいやもう天井ですせと。ここ、両方サインが出ているので、まずしっかりと見ておこうということですね。はい。まず日経平均いつもの冷やしのチャートです。今日は、まあ、2日。 連続ね、似たような陰線を引いていた分の下げを取り戻すという形で、実は直近、これ7月の高値は抜いてきてるというところですね。6月の高値まではまだちょっと距離がありますが、そして窓もまだ埋めてはいません。ここのね、窓は埋めてはいないんですが、7月の高値は8月に入って抜けてきたと、ここね。ということなので、ちょっとまだね、これ、あの、地合いとしては底がたい。 っていう風には見ておかないといけない。5日線も、またちょっとクッと上がってきた上で、しっかりと5日線の上をキープしてますし、25日線はこれ上昇してきてるんですね。冷やしベースの中期線、これ上昇してきてますから、一旦短期まだ戻り上昇中だと。そして200日もこれね、今日わずか2円か3円かな。プラスになりました。何日ぶりかな。えっと、200日線もこれ27,563円なんですけれども、2円かな。 えっと、先週末金曜日の値から比べると上昇に向きが変わったと。まあまた明日ちょっと下げればまたすぐにこれキュッと下がってくると思うので、まだね、そんなにこれ上向きになったからって大騒ぎするほどでもないんですが、いよいよずっと下がってきた200日もフラットからプラスに転じてきているような今位置にいるよというところはしっかり見ておいた方がいいと思います。ただ、モメンタムはね、これ高値レンジですからあんまり変わってない。 あの、じりっと下がってはきているので、若干ダイバージェンスとも取れるので、上値はやっぱり重くなってるなという気はします。はい。ですから、まあ、明日以降ね、まあ、今日のナイトセッションから明日、5日線の上を維持できるか、そして200日の上で推移できるかどうか、その間に25日が上がってくると、まあ、そういう展開が望ましいと思います。逆に5日線を終わると、一旦下落の方のサインが、 アップをし始めますからね、注意しないといけないし、200日を割ってくる、つまり27,560円あたりを下回ってくると、ここからね、スルッといって、今度この窓ですね、はい、ここの窓、27,043円だったかな、ここの窓を埋めに行く。 動きになりかねないので、200日を割った時には、ちょっと下の方に距離、ちょっとね、これ、えっと、7月、ちょっと強い上昇してましたから、その分、えっと、押しもね、深くなる。もしかしたら下落トレンドに変わるかもしれないっていうぐらい、ちょっとね、勢いよく下落する可能性がありますから、5日200日、ここを割るかどうかしっかりと見ておく方がいいと思うし、割ったらこれはね、目線をすぐに下に切り替えましょうと。逆を言えば、これ割らない うちはチキンレースでじりじりまだ上がるかもしれないので、中途半端にショートを打つとポーンとね、もう一段上がってから下落という動きになりかねないので、あまり早い段階で売りを入れるのはよろしくない。今日、ボイシーの無料会でもそのあたりのお話をしました。はい、次にアルンオシレーターです。こちらは前回が、 まあ、あの、アルンオシレーター80を超えて、天井サインを出して、5日線がフラットになったところで、下抜いたので、ここで売りをサインが出たんですけど、騙しでやられて、また上に行っちゃったんですね。陰線陰線ですけど。そして上に行ったので、またサインが点灯しましたが、5日線を割り込んでいないので、まだトレードポイントにはなっていません。ですから、明日以降5日線を割ったらば、アルンオシレーターは売りのもう一度、 チャレンジということになります。ですから、アルンオシレーターはこれ、天井サインをもう出してるということになります。そして、こちらは連日お話をしている新型マック d も引き続きインテンのままです。ただ、厳密にはね、ちょっとヒストグラムが今日の上昇で弱まってきたんですね。ただし、マック d の方はヒストグラムは順調に今下がっているので、上昇の圧力はどん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 弱まっていると。で、早いサインはもうむしろ売りサインですよって点灯して、 かれこれ一週間近くね、株価下がってないというところなので、ここも5日、あの5日線を割ったらね、ここのサインがいよいよ、 インテンの方に動き出すと見て5日線を割ったら、まあ、ちょっとねショートの方にポジション取っていいんじゃないかなと個人的には思っております。はい、そしてこちらは今日えっ、ー、とボイスのプレミアムの方でねご紹介をした新しい作戦です。今日インテンのサインがつきました。ですからここはこのチャートから見るとちょっとねえっ、ー、と明日のよりか今日のナイトセッションぐらいから売り始めてもいいよというサインが出ているので。 ここも5日線を割ったら、まあ、もしくはね、先物の,の方で見て、まあ、少し早めに売りを入れてもいいかもしれませんが、まあ、厳密にはね、明日の前場、少し時間で9時半から10時ぐらいまで見て、5日線を割ってくるような流れであれば、えっと、少し売りの方のポジションを入れてもいいかなと。なのでもうね、かなり天井すれすれ、瀬戸際に来ているということだと思います。 もう一つ、日経金の懸念材料としては、ドル円がね、急落暴落になってきているということで、急激な円高になってます。こちら、プラス3シグマから2週間で、ね、もう急転直下、今度は、マイナス3シグマの今日はバンドオークに入りました。えっと、132円30銭がこの21時26分現在、今日は8月1日のね、 で、一番このヒゲの下では131円87銭ですから、まあ夕方か午後かな、ちょっと時間は見てませんでしたが、132円割れをしていたと、まあそんなチャートになってますから、まあ一旦ね、ここからダダダと行くか、まあちょっと3シグマ、マイナス3シグマまでやったんで、まあちょっとね、マイナス2シグマぐらいまで押し返すかもしれないという気はしますが、これも反転してくるまでは、 ちょっとどこまで勢いがつくかわからないぐらいね、ボリンジャーバンド見るとちょっと恐ろしいチャートになってきてますから、まあちょっとドル円をね、ロングされてる方は気をつけないといけないと思いますし、日経平均も、まあ、かなりここがね、上値が重いどころか、え、さっき最初に見た5日戦200日割るとしたらこのあたりも一つきっかけになるかもしれません。で、ドルインデックスをね、見ると確かにドルの ま、買われすぎたのが少し収まってるんですけど、それでもね、マイナス1シグマまでなんですね。ですから、あの、ドルが買われていたものが少しね、巻き戻ってるだけではなくて、円の方もちょっとね、急激に買い戻しが来ているという形じゃないかなと思います。もう一つ、こちらはね、ちょっと日経平均のロンガーとしては強い。 あの、味方のチャートです。ドル建て日経平均がね、これ今日僕もさっき見てびっくりしたんですが、思いのほか強いんですね。21時30分現在ですが、もう、 6月9日なんですよ、ここがね。あの、ドル建て日経平均は直近の高値が5月の30日なので、えっと、日経平均の S q 便に向けて急上昇してきたのは、やっぱりね、ちょっと、うん、かなり仕掛けだったなという気もしますが、ドル建ては5月30日が直近の高値です。6月9日は直近の高値ではないんですが、6月9日の高値には到達しました。21時30分現在でね。 で、昨日からさらに1.4%の上昇になっていて、4連投です。で、これ7月27日なんですよね、ここ。ですから FOMC の後、同意づいて一気にドル建てで日経平均は買われていると。で、ここから27日から8月1日の21時半までで、なんと5.1%上昇しています。窓2つ開けてね、非常に強い上昇にして、えー、なっていますが、 日経平均の方は、この27日からの4日間では、1.5%しか上昇していません。まあ、それでもね、1.5%上昇してきてるんですから、まあ、やはりそれなりにね、FOMC 後も、あの、強い上昇が続いているという形なんですけれども、やはりドル円の問題もあるんでしょうか。ドル建て日経平均はね5、5%以上上がってきているので、これね、ちょっと本格的に、うんと、 日経平金が買われている部分もあるんじゃないかと思っていて、天井圏は一旦近いとは思うんですけれども、まあこのあたりの上昇が一服しない間は安易に売りを入れるとね、 まだちょっと怖いかなという気がしています。モメンタムもね、非常にこれ強いんですよ。もう6月、5月30日の高値も超えてますから、モメンタモメンタム的にはね、新年多いみたいな形になってますからね、非常に強い上昇になっています。ちょっとショートしている方は気をつけた方がいいチャートかなという気がしています。で、まあその要因の一つかもしれませんが、やはりファンダメンタルズがしっかりしていると、こちら、日、え、経、ー、金の EPS と BPS ですね、 えっと、決算が先週から始まって、今週と来週末でピークになります。で、なので3分の1ちょっとぐらいが終わったという状況で、まあ、引き続き2150円ぐらいをずっと推移していて、今日2151円ですから、まあ、まずまずしっかり強いんですよね。で、今日が PER13.01 ですから、ま、だいたい13倍です。やっぱり28000円という水準ですね、13倍で。で、ただ、 直近ね、13.2倍ぐらいまではやっぱり買ってもらえているというところからいくと、13.2倍になるとね、28,402円になります。今の2,151円で。で、BPS も2万3000円からね、700円ぐらい上がってきて、まあ今日は2万3,723円と、EPS よりも BPS の方がね、しっかり上がってきているという状況で、BPS も1.2倍っていうのが、まあ今年に入って一番上限ぐらいなんですね。 ですから、1.2倍を当てはめると28,467円です。なので、まあこれはね、本当に単純な算数ですし、ここから日に日に決算が進むことによって、まあ若干変化はしてくると思いますが、今の2,150円近辺を維持できているというね、思いのほか、決算は日米ともに好調な状況が今、推移していると。 で、今週来週で、ここの流れが変わらなければ、まあ、上はね、やっぱり28,400円、450円ぐらいまではあってもおかしくないなというぐらい、まあ、しっかりとね、今、決算は強いと。ここも、日経平均が、まあ、まだね、ギリギリなんとか上昇しているというところなので、これ28,000円の、まあ、今ずっと抑えられているところをポンと抜けるとですね、28,400、500円ぐらいまではこれあってもおかしくないんじゃないかなという気はしています。ただし、 ただし、今度はね、下目線の方で、えっと、少し心配なのは、えー、ビットコインがまたちょっと弱含んできたというところで、少しね、ボーンと上昇したんですけど、このあたり、上髭の、まあ、4連続陰線を引いてですね、じりじりと下げてきているという形で、まあ、またちょっとね、うんと、リスクオンの気持ちが、えー、少しまた資金がね、こう抑えられてるというところで、やっぱりビットコインが下がってくると、まんま株価、 の、え、上値、抑えから、もしくは下落という方向に進みやすいと。まあ割とね、先行指標になっていたりとか、ナスダックとビットコイン相変わらず連動性はありますから、ビットコイン下がってくると、やっぱりナスダックが下がって金利が上がるみたいな流れ、またちょっと見えてくるんで、このあたりは、あの、気をつけないといけないかなと。まだビットコインね、急落とかっていうほどにはなってないんですが、まあそれでもね、これ、あの、 ボラがデカすぎて、そんなに下がってないように見えて、しっかりと割と下がっているので、ちょっとね、そこは心配かなというところと、もう一つは、ビックスとスキューです。これね、まあ、スキューとビックス相変わらずスキューは125以下で、まあ、ちょっと上がったりしてますけど、まだまだ低い段階で、ビックスキューがね。で、ビックスが25を割って、まあ、さっき見ていただいたように21台。ということで、ぐーっと下がってきているというところで、まあ、いずれまたね、ボンと跳ねるところが、 近づいているんじゃないかというところなんですが、こちら今日のビックスです。8月1日21時52分、ついさっきですが、実は今日これ上がってきてるんですよね。ちょっとナイトに入って、えっ、ー、と、ニューヨーク崩れてきています。それに伴ってビックスが上昇していて、21.32の前日終値から、まあ先週末の終値から、22.73までちょっと窓を開けて上昇してきてます。なんかね、まだ、 まだね、ちょっと上がってまた下がるみたいなことを繰り返しているので、この1日、今、プレの段階で、あの、ああだこうだ言ってもしゃらないんですけど、ちょっとね、下げ止まった、ビックスが下げ止まったとすれば、株価が弱ぶくんできてることですから、で、これ、1.4なんですけど、まあ、パーセントにするとね、これ、6.5%ビックス上昇してきているということなので、まあ、このあたり、少し株価がね、弱ぶくんでくる,るとすれば、やはりちょっとニューヨークの方が、 少し形も弱いんですよね。突き足で見ても日本、日経平均に比べてニューヨークダウンの方が弱いですから、このあたり崩れてくるとしたら、やっぱりニューヨーク、欧米からかなと。なので今日ね、思いのほか弱い動きになると、まあ、ちょっと朝起きたらね、あの、環境が一変してるかもしれない。まあ、そういう危険もはらんできているので、 なかなかね、こっからロングをするのは少し厳しいんじゃないかなと、日経平均をね、うん。どこまで上がるかは知れないけれども、戻り売りを狙うターンじゃないかなという気はしています。はい、えー、まとめていきましょう。日経平均についてです。短期チャートからは、まず早い逆張りのサイン、引転してきています。新型 MacD とか、アルンオシレーターとか、25MA、乖離率。このあたりは、もうすでに、えっと、引転で売りサインが出ています。ただし、遅めの サイン。こちらは要点のままなんですね。まあ、サインというか、移動平均線 25MA は上向きです。5MA の上も維持しています。200日も上昇してきました。そして一目均衡表も三役好転のまま、強い上昇トレンドを表したままということですから、まだね、その早いサインは引転してるんですけれども、全体的な流れ、慈愛的にはまだね、上行ってもおかしくないよという形ですから、ですから、 あの、上へ行くところが下向いてから売りに入るのがいいというとこですね。まだどこまでね、チキンレースで上にじりじり行くかはわからないので、明確に割ったらっていうふうに、 して、売りから入った方が安全じゃないかなと。ただしね、ドル建て日経平均もまだ強いんですよね。だからこのあたりは、まだ慈愛としては強いぞっていう見方も必要かなと。で、決算は想定以上にしっかりしておりました。そして、為替と金利、ドル円は急落です。マイナス3シグマ到達で、ここからバンドウォークで下に行く可能性が出てきています。そして、金利の方は、一旦今日はね、ちょっと下げ止まっていて、まあその結果かどうかは知りませんが、 トコインはえ結構じりじりと下落基調にあってちょっとねここから株も崩れそうな見た目をしてきているここは気をつけないといけないかなと思っていますはいということでまあねあのじゃあどうするのというともう散々お話をしてきたようにそろそろ天井であることはえ直近ね早めのサインからも明らかかなとですから一旦下落は近いと思いますがしかしチキンレースで上がる まだね、合い残ってますから、中途半端に今売りで行くと、まあ、28,400円ぐらいまではあるかもしれませんから、まだ今から400円ぐらい担がれる危険はあると。ですから、売り急がなくていいんじゃないでしょうかと。はい。具体的には 5MA 終わったら売りに入ってもいいと思うし、200MA 終わったらかなりね、えっと、下の窓27,043円を埋めに行くかもしれません。まあそういった目線で、ね、上がりきったところで売りを入れよう。まあそんな、 チャートかなというふうに見ています。はい、ここからはオプションの手口を見ていきましょう。今日は月曜日ですから、また新たに JPX で開示をされていて、27,500円から28,000円というね、まあ一番、直近では見たかったエリアがしっかり開示されたので、そこは良かったかなと。で、28,000円と27,500のね、最新情報がしっかり得られましたから、まあここは、 一つ手がかりになってくるかなと。で、海外税全体の方の、まず、えっと、JPX 開示の方でいきますと、27,750と27,500あたり、こちらはコールは売りと。で、その上、28,000円に、実は1,307枚のコール買いがあったわけですね、ここですね。ですから、思いのほか2万8,000はやっぱりコール買いがたまってると。で、さらに今日395枚、買いのせですから、 1687枚と28000のコール、結構海外勢コール外の残高が増えました。ただし ATM よりも下はコール売りも1200枚ぐらいあるという状況ですから、一本上司で上というわけではない。下の方は相変わらず27000円が、今日も449枚、プットが売り乗せですね。で、コールの方は先週までで722枚の改ざんが見えていると。 今日ね、ちょっと決済されたかもしれませんが、27000円はコール買いのプット売りですから、ここよりは上という形。で、さらにその下プットがありますが、まあ、このあたりはもうだいぶ今ファーになっているので、ある程度決済されているんじゃないかなとは思いますが、ここが残ってると、S q に向けてね、ゴーンと急落っていうこともあり得るので、ちょっとね、ここがわからないのは気味が悪いですが、まあ、見えてる範囲でいくとね、やっぱり27000円よりも上、 なんですけどここがコール売りのプット買いですから、2万7000円から2万7500円ぐらいのところを見ているエリアと、2万8000円を超えていくっていうエリア、ちょっとね、この2つにエリアが分かれてるのかなと、ただね、2万8000円よりも上のコール買い、まあ、今分かってるだけでもうね結構、コール買いが優勢な。 気がします上の方は残高開示されてないのでちょっと怪しいですけど少なくとも2万8000のコールは1687枚今日の時点で改ざんというところは分かっている範囲なのでこれは結構思った以上に、ね、ちょっとコール買いがあるなとこれ SQ に向けて上も、まあ、十分ありそうなオプションの、ね、バランスにも見えるのでちょっと、ね、ここから下に行くと決めつけるのは危険かなというまだ 残高になっている気がします。はいえ。次にゴールドマンです。ゴールドマンは、えっ、ー、と、まず、開示されたところは、27,875よりも下は、もう大きな売り越しですね。1,500、1,600の、1,200ぐらいですから、2,800ぐらいの売り越しと。ただし、28,000円は326枚買っていて、まあ今日100枚売り決済をしたという形なので、 まあね。で、今日ちょっと手口的にはコールは少し売りで決済してきてる部分がありますので、まあこれを見るとね、で、プット側は残高27,875が1,020枚の買い越しですから、この27,875という公示価格帯、コール売りのプット買いですからね、これはもう結構下。しかもその下も、 コール売りがダダダダダっと2800枚ぐらいあるわけなので、27,875よりも下、なんなら27,500よりも下というコールポジション、プットポジションで、下はでも2 7 0 0 0円のプット売りが1,600ぐらいありそうなので、引き続き2 7 0 0 0円以上、27,875。まあ、もっと言うとね、2 7 0 0 0円から27,500円ぐらい。まあ、このあたりをゴールドマンは見ているのかなと。だから今の株価よりはもうちょっと下に いいってほしいというバランスにはなってい、ると思います、はい、え次にアムロですけども、アムロは何が何だかよくわからないというぐらい、まあ、ド派手な、うん、枚数で各公式価格帯、コールもプットも売りと買いを、まあ、もう本当に交互にね、ランダしているみたいな形にはなっています。ATM 近辺を見ると、コールサイドは、まあ、えっ、ー、と、若干買い越しかな ?27,750。27, それから875このあたり買い越しになっています。なので ATM よりもちょっと下が買い越しと。それと、プットの方も ATM よりもちょっと下が大きく買い越しになっていると。まあ、そんな状況で全体的なバランスで見ると、やはりこの2万7千円近辺、2万7千円というエリアはコール買いのプット売りですから、それよりも上なんですけど、2万7千500には逆のコール売りのプット買いですから、まあ、やっぱりこのあたり、 でただね、ちょっと、んとこのあたり、プット買いとコール売りもありますから、2万7000円近辺から若干2万7000円も下ぐらいっていうのが、アムロとしては一番いいのかなと、ただね、それぞれの価格帯に、もう売りも買いも、コールもプットもぐちゃんぐちゃんになってますから、まあ、ここから、ね、株価が下がってこないようであれば、このあたりの、 えっと、ちょっとバランスを増やしていくんじゃないかなという気がします。ですから、まあ、プットをね、少し売り決済して、コールを買い乗せしていくような動き。 をまあ今、今のね、ATM よりもなかなか株価が下がってこないんだったらそういう調整してくるだろうし、この辺が天井と見るならば、アムロとしては27000近辺が一番いいわけなので、まあもうちょっとね、下に向けてこのあたり、プット買いとコール売りを入れてくるような動きになるんじゃないかなというふうには見ています。全体的にはね、27000円ぐらいになってほしいなというバランスじゃないかなと見ています。 はい、え、先物ですね、最後は。日経平均今日0.69%のプラス、トピックスはプラスの1.02%でした。ラージプラスミニの日経平均型先物、1567枚の買い越し、そしてトピックスの先物も,も1902枚の買い越しですから、合算すると3469枚と、まあ、今週も買い越しでスタートしています。割と枚数しっかりと買ってきてますね。 で、個別で見ると、やっぱり今日ね、ちょっと注目したいのは、ゴールドマンが3196枚買い戻してきたという形と、JP モルガンも3777枚買ってきてると。まあ、あとはね、バンクオブアメリカとかシティとかバークレイズがまあ、1000枚ちょっとを買ってきてるんですが、ゴールドマンと JP モルガンがちょっとね、同じ方向でロングの方に向けてきているというところは注意をしたいなと。一旦ね、これ、上に引っ張ってから、 落とすとすすいう可能性があります、はい、ゴールドマンはオプション的にはちょっと下の方が、もうちょっと下の方が良さそうなバランスですから、そのあたりね、ちょっと今週前半上に引っ張った後に落としてくると。で、8月切りはね、ちょっと1日木曜日がな、えっと、山の日でしたっけ来週はね、あの木曜日がお休みで、 ちょっと変則的な中3日でもうトレ,トレード終わりますからね、8月切り。まあそういうこともあって、仕掛けはちょっと早まってくるかもしれないので、まあそういう意味ではね、3日ぐらいからもしかしたら下に降ってくるかもしれないなと、まあそんな想像をしながら、どこまでね、自利高できるのかなという目線で見ています。はい、ということでいかがだったでしょうか今日の スタンプアイコンはすいません。ちょっとね、あの、2つ出しております。まあ、散々チャートの時にお話をしたように、えっと、下抜ければ下に走ると思いますが、抜けない限りはポジションを取らない。なので、レンジか下抜けたらショートという形で、私はね、ポジション取ろうかなと思っております。今日の動画も役に立ったぞというところがあれば、ぜひグッドボタンを。 そして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしております。よろしければチャンネル登録の方もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね